兄弟たちよ、今日、うー、セナル教会は、主の公言を祝います。この祝日は非常に大切です。神は人間となった目的のは、やっぱり、諸国、すべての人々、特に違法人に現れるためでした。 その救いをすべての人々まで届かせるように。で、えー、京子様が高原の、えー、ミイサのホメリアには、えー、この三人の博士は神を探しているすべての人々のイメージ、えー、でもあります。 それはそうです。その通りです。私たちもこの三人の博士にかがむことができます。この三人の博士は私たちです。彼らが星を見た。つまり暗闇の中に光を見た。イスラエルの伝統によると、そして聖書に何度も えー、現れた光は、トーラです。御言葉です。言葉は、私たちの、歩みの、灯火です。光。光は、神の言葉。で、素晴らしい、今日の福音は。 その光は全ての人々に届くように三人が選ばれた。三人しかない選ばれた。ですから、この三人は、最もふさわしいに言えば、被告から取られた教会のイメージです。教会の予言でした。 神は御言葉を復旧した。だから、まず、その御言葉を聞いた人々。その御言葉を受け入れた人々。おそらく、あの星は、他の星と共に光っていった。それは当たり前でしょう。たくさんの宗教、たくさんのアイデオロギー、たくさんの哲学、 No, uh, oshie seigi. No, uh, eh, riso nado. E eh, jinjo no rekishi subete nan ka sono e eh, kono yo no rekishi non agare deva araremasta. Hotondo no aiderokiwa kechappa. Mada irona shukyo ga 続いています。けど、この星は特別な星でした。そうです、兄弟たちよ。この三人の博士は、マゴい。グリシア語で、マゴイという人物でした。つまり、よく高い、えー、知恵のレベルを ええた人々。そして、占いでも。あるいは、あの、なんか、えいろいろな、ええー、調べによって、いろんなことに対しての解釈ができた人々。すごく知識あった人々。そして、 伝統は、教会の伝統は、この三人が王でしたと、えー、認めました。だから、この三人の博士は、一方では知恵のある人でした。他方では力、権力を持っていた人々でした。でも、 自分の知恵と自分の力、自分の権力が彼らに足りなかった。彼らは高いレベルの知恵を得ていても,得ても自分の国を指導していてもものすごく強い権力を持っていてもなかなか喜びを 得られなかった自分の人生が満たされなかった。乏しいものでした。でないと、その光を発見することができなかったでしょう。見ることができなかったでしょう。探さなかったでしょう。自分が持っていた知恵よりも、優れた知恵。 不思議な知恵。自分を照らす知恵を探さ,さ探さなかったでしょう。しかし、体が持っていた知恵が足りなかったので、新しい知恵を探した。どういう形で探したかわからない。けど探した。けどそれを望んだ。権力に対しても同じこと。 お金、この世の富、いろいろ持っていた、だろう、が、足りなかった。その権力を得ても、その、なんか、強い、力のある権力を持っていても、なかなか、なかなか、彼らの人生は果たされなかった、えー。すみません、えー、完成されなかった。 なんか足りないと感じて別の権力、別の力を探していた。だから、その星を見つけた。その星はものすごく大切な星であり、特別な星。イスラエルの王の星。 彼らは違法人、未成、なんか、その <laughs>、イザル人ではなかった。カツレをされた人々ではなかった。すごいでしょイスラエルは、教会の予言でした。でしょ神に集まっていた、見言葉を聞くための主会でした。その、 民でした。御言葉の民と呼ばれていた。神に解放された民でした。特別な民。あなたの天幕は素晴らしい。あなたの天幕、まあなたの天幕は全ての天幕と違う。バラックはこのイザエルの天幕を見たときには、バラックも ね、あの、予言した、違法人でしたでしょで、あ,あ、私は特別な民を見ています。同じ同じ。だからこの、この星は、おそらく、民、イゼロの民の影響、イゼロの民の存在、イゼロの民の を通して体に光ったつまり、どうしてイスラエルの民の王が生まれたと確信して歩み出したのか。どうしてその星はちょうど生まれた、生まれた、イザエルの王の星であると分かった。 特別な星でしたから、イゼロの民が特別な民であるから、すぐ、このつながりを自分の心の中に、実、怒られた。実現された。特別。彼らがわからないこと、彼らが持っていないことは、イゼロの民が持っていた。いろんな難しい状態にいても、 何回も何回も何回も圧迫されていても、いろんな戦争をしていたのに、この民は、多くの、他の民と違ってまだ続けていた。今日もでしょだから、いろんな民のうちに、いろんな文化のうちに、いろんな人間の 権力のうちに、いろんな人間の知恵のうちに、イゼルの民は、もっとも小さな民であっても、ものすごくちっちゃい、ものすごく、ものすごく貧しい民であっても、特別な立法、特別な知恵、特別な、えー、指導者、特別な民でした。だから、 一方では自分の足りなさを経験し、他方ではイスラエルの民の中には何か自分を満たす、自分を救う、自分を喜ぶ、喜ばせる、知恵と結力、何か特別な宝物があるではないか。わかる だからこの星を見たときには、ある意味で、イゼルのために与えられた言葉は、彼らにも与えられた。引っ張るの力を持っていた、彼らを引っ張る。彼らを、彼らが自分の国、自分の地位、自分の権力を出るための力を持っていた言葉に出会った。 お聞きました。多分、言葉、mm、そのままではなかった。言葉、言葉。心の中に聞かれた言葉。わからない。面白いね、兄弟たちよ。アブラハムと一緒。アブラハムから、救いの歴史が始まりました。アブラハムから、イラエルの民も、 Hajime wa rimasta. Kedo kyo no uh, sugujitsu sugujitsu no no, Sei kiyoko reo kyo koreo no. Omeria nona kaniva, Abraham ga dete kimashita. Abraham wa yorokonda. Abraham shinjita. Minna notameni, tame ni, subete no hitobito no tame ni kare ga shinjita. Jibun no yowasa o minaide, jibun 自分の無料さを見ないでにと、その、なんか、失敗に、自分の人生の失敗に止まらないで、聞いた言葉に希望を置いて歩み出した。で、私がね、今日この祝日を祝うと、この、なんか、ウルから出た、アブラハン。そして、ずっと後、同じ、 東北から出た三人の博士の道を見ています。両方の道が同じところに届きました。馬小屋、ベツレヘム。アブラハンは呼ばれたのがこの三人の博士のためでした。その三人の博士は呼ばれたのは、引っ張られたのはあなたと私のためでした。 アブラハム、三人の博士、あなたと私は、みんな同じ星を見る、同じ言葉を聞くことができます。で、この言葉は、つまり聖書の言葉、虎の言葉、そして預言者の言葉、すべてイエスキリストについて語っていた。聖書の言葉がすべてクリストについて語る。 すべてクリストを予言する。すべてクリストを示す。すべてこの馬ごやを示す。すべてこの神秘。今日のミサの第二の道。の中にセイパウロが語っている神秘。神はすべての人々を救う。神には民、宗教の、えー、区別がない。神の心の中にはすべての救いがあります。すべての人々の救いがあります。 彼がすべての人々を救いたかった。救いたい今日でも。ですから、アブラハンがその御言葉、その光を聞いた時には歩み出して、長い道を読んで、難しい道を読んで、時々え、その神の声を聞かないで、迷って、落ちて罪み犯かしていたけど、時には、 神が現れて天を見なさい。星を見なさい。光る星を見なさい。暗闇の中にはあなたにもその光が子供を通して、そして感想られない子孫を通して、星の数と同じような子孫を通してあなたは、私があなたに言った言葉が実現されたのを 経験するだろう。それによって私はあなたに、その、えー、子供を与え、そしてその子供があなたを満たす、あなたを救う、そしてもちろん土地も与えるだろう。約束されたち、そしてイザエルの民、同じ。エジプトから呼ばれた。そして解放された。そして長い旅、 長い道、難しい道、あれの歩んだ道。時々、え、そ、あの、背いて、時々抵抗して、罪を犯していたけど、神は忠実な方、最実な方であったから、その契約を結んでその契約を果たした。結局、神、えー、遺財の民は約束された地に入りました。そしてこの三人の博士、同じ道。 星を見た。自分を出る必要があると分かった。そして、その長い道を歩むことによって、彼らが結局、イエスクリストの前に届きました。彼らにも、イスラエルに与えられた予言は届きました。ほら、見なさい。クリスマスの言葉。 イエスクリストのご講旦の、え講、ー、のご交の,の夜の言葉。暗闇の中に歩んだ民が大きな光を見た。そして、喜びなさい。子供が与えられています。救い主が与えられています。メシアが与えられています。そして、その羊飼い、貧しい人が自分の群れの 場から、場所から立って、さあ、止まらないで、さあ、疑わないで、さあ、行きましょう。天使たちが私たちに言った言葉が、本当であるかどうか確かめましょう。そして、その羊飼いは、旅を捨て、馬小屋に入って、ヨセフ、マリア、そして、その幼子を見ました。 そして大きな喜びを感じて、そして大きな喜びを保ちながら自分のところに帰った。その三人の博士と一緒、一体のは何ですか私は何が一体イエススクリストを見るためには、イエスクリストに出会うためには、自分を満たす新しい知恵を 見出すためには新しい考えられない権力をが与えられるためにはイエス u s Christ ご自身に出会ってイエス u s Christ ご自身と一体となるためには自分の人生が喜びを得るためには道を歩まなければならない進行の道を歩まなければならない星を見なければならない自分が え、満たされていない。自分がなかなか、いくら努力しても、いくら仕事していても、いくら勉強していても、いくらいい家族を作っていても、いくら健康があっても、いくらお金があっても、なかなか完成されていないということを経験し、そしてその暗闇、その夜、その暗い状態の中に、見言葉を聞く。 復興を聞く。教会の復興、復員を聞く。その復員は、イエス・キリストです。そしてその光である復員は、教会の中に実現されています。イスラエルの民と同じように、共同体の中に実現されています。だから、 信仰の歩みを歩み出す。信仰の歩みを、歩みは必要です。アブラハンと同じような歩み。羊飼いと、まあ、イザエルの民と同じような歩み。羊飼いと同じような歩み。三人の博士と同じような歩み。だから、まとめとして兄弟たちよまず、 今日あなたは完全なものと思う今日あなたが分かっていることはあなたを満たすあなたを落ち着かせるあなたが持っている知恵あなたが勉強したことあなたが得たこと仕事のところではなど、給料、健康とかあなたを満たしていますかあなたが今日持って,、ま、持っていること若くても年を取っていても 未亡人であっても、結婚していらっしゃる方であっても、えぇ、ー、神父であっても、宗教であっても <coughs>、もう、あなたが今日満たされていると思うあなたの人生を見たときには、ああやっぱり、今日、あなたの人生を見た、あなたの家族を見た時、ときに、もうそれで、十分私が満たされています。何か、何も必要、ない。 もう本当に何も憧れていません。何も望んでいません。もうそれでいい。あなたの息子、あなたの娘を見たときには、あなたの仕事など。でなければ、ちょっとだけでも、あるいは、なんか強い、激しい問題に入っていても、あなたが恵まれたものです。どうして ア,アブラハムと同じようなものです。エジプトに奴隷された民と同じように、羊飼いと同じように、三人の博士と同じようなものです。で、その暗闇の中に、改めて今日、あなたにその星の光が望みます。あなたには、改めて、 見言葉が宣言された。述べ伝えられます。教会はあなたと私に、見言葉を述べ伝え。そして、その言葉が暗闇を光る。暗闇の中に光を輝かせる。希望があります。救いがあります。でも、この希望は、人間、一人の人間です。人間となった救いです。救いのうし。救いのうし。 あなたの喜び、あなたの感性、あなたの幸せ、あなたの、えー、救い、あなたのすべては一人の子供です。一番ちっちゃなものとなった神ご自身です。私たちはおそらく昔、一年前、十年前、二十年前、四十年前か、わからないけど、 その星を見た。そして、信仰の歩みを始めました。おそらく今日、あなたと私が、その信仰の歩みの途中で、うん、暗闇の中に入っています。改めて、あなたのために、この星が輝きます。自分の光をあなたまで届かせます。この言葉、このキリグマ、この良い知らせ、 神はあなたを愛しています。その言葉に頼って改めて歩みなさい。馬子山で行きなさい。ヘロデは、ヘロデは私たちの肉のイメージです。私たちの中にある疑いのイメージです。私たちの中にあるプライドのイメージです。 なかなか歩みたくない。なかなか自分がまだまだ自分の人生、家族の <c oughs> 王となりたい。その心、その気持ちのイメージです。ですから、京子フランシスコがヘローデと立法学者たちと、あの、エルサレンの人々とについて語ったときには、一つのすごく面白いことを いました。エロデも、リポガクシャタチも、エルザレンの人々も、みんな、メシアが生まれるだろうと信じました。そして、どこで信じたと、すみません、どこで生まれたということもわかった。エロデは調べた。リポガクシャタチなど知っていたツらヘん。なんで動かなかったなんでエルザレンに残った なんで歩みを出さなかったななんで自分を出なかった自分の知恵、自分の権力に残りたかったから。ここの戦いに私たちがいます。ヘロデかヘロデの態度か立法学者たち知恵のある人たち宗教的な、宗教的な知恵を持っていた人々よ。で、この態度に残るかこの帝国の態度のその現在、その、 呃、プライドの罪に残るか自分がすべてを決めよう。自分の、えぇ、えぇ、理性、自分の識別、自分の考え、自分の価値観に残るか自分を出るかどっちどっち苦しんだら今持っているものがあなたを満たさらなかったら自分を、その状態を。 出る必要があると、わかるでしょう。わかるでしょう。気をたちよ元気を出して。コラッジョ。元気を出して。心を込めて。心を、心を持って。歩みを改めて。歩んで。その言葉に頼って。アブラハンと同じ。 アブラハンと一緒。教会と一緒。あなたに与えられている仲間、兄弟、三人の博士でしょ。一人ではなかった三人。三は完成の番号です。完成の意おわ表す番号。だから、あなたに与えているちっちゃい人と、歩みましょう。その三人の博士は、えー、馬声に入ったと何をか、ヒールした。もう か,から自分の,の,、うん、てての,の,のそして、自分の宝物を与えた。その宝物はいろんな意味,意味を表したでしょこうは、あの、その、えぇ、ー、お キリストは王であるということを認めた。そして、その子供が神である。金。そしてもつやは、その肉がえ、自分自ら苦しむだろう。王でありながら神である。で、この王、この神は、すべての人々のために、 自分の命をかけるだろう。その、え、えー、贈り物はこれでした。けど、面白いのは何ですか彼らは、クリストに、この贈り物を与えた途端に、クリストが自分の全てを彼らに与えた。同じ贈り物を彼らに与えた。つまり、その孫や、その Sebo Maria Chiocai Chiodotai no naka ni Ayuminagara Ayuminagara Minna Cristo to ittai tonaru Cristo osha tonaru Kristo Cristo osha Cristo no mono tonaru to Onnagi Cristo to Onnagi yo ni ikiru Cristo go jishin ga Watassashi no naka ni Ikiru kara Anata mo 本当の王となる。十字架に貼り付けられた王となる。十字架の上から、すべての偶像に対して王として、その王、その十字架の権力を持って指導することができます。偶像に従わない。偶像にと戦って勝つことができる。なぜかというと、あなたの中には神の本質があります。 それによって、その精霊によって、あなたも、あなたの肉も、あなたの体も、相手のために与えられます。あなたも、相手のために命をかけることができます。この改心の道は、そこまで、八重の下辺の姿を帯びることができます。謙遜の道、ニュー場の道、そして賛美の道、実際に、その、 え、三人の博士は降りていたことによって、謙遜なものとなって。そして謙遜なものとなると、やっぱりミュウは、もう簡単な心優しい心を持っている。文句のできない心。それによって、その謙遜とミュウはによって、賛美することができます。イエス様を、拝んだ。拝んだ。そして、 別の道をとって、ヘロデこの家の知恵、この家の権力に、もう捨てた、もう終わった、新しい生き方、の道、新しい人生、キリスト者の人生の道をとって、自分の状態、自分の国に戻った、自分の状態、自分の事実、仕事、会その会社、その学校、その家族など、その病気など、 素晴らしいじゃないその星は自分の中に入り、見て、聞いて、歩んで、出会って、一体となって、彼らがこの世のための星となりました。教会はこれです。クリストに出会うためには道を歩まなければならない。選ばれた人々は、信仰の道を歩まなければならない。 で、歩むことによって、クリストに出会う。クリストに出会うことによって、秘跡によって、共同体の場で受け入れる、呃、えー、秘籍の養ないによって、満たされる。喜ばれる。喜ばされる。あの、もう本当に、本当の命を得て、そして、光となる。この世の光となる。この世の死をこの世のパンダネとなる。これです。君たちよ。 喜びましょう。この、この使命を果たすために、私たちも、この3人の博士と同じように選ばれたのですから、喜びなさい。今苦しんでいても、問題にぶつかっていても、暗闇の中にいても、教会の中では光を見ることができます。この星を見ることができます。歩みを続けることができます。みんなのため、あなたの苦しみは、多くの人々がキリストに出会うための苦しみです。 あなたが私も相手の同じ苦しみを感じて経験してでもその苦しみの背中の中に光を見る相手はその光を見ない異邦人があの神を信じないなんかもう本当に絶望している人々はこの光を見ないあなたを見なければならない教会の共同体の兄弟を光として見る必要があるあなたとであう ことによって同じ光を受けます。同じ星を見ることができます。素晴らしい。喜びましょう。